やっぱこう地下ソサイティ入ってくるでしょ、たまたまなのか何なのか、やっぱりいい時にこのザイオンが来てますよね。へえ、うん、まず51歳までは結構今の流れのザイオンがずっと続くでしょ、はい、で51年からは結構またなんか新しいことをなんかするのかな。で61歳から81歳ぐらいまで、はい、結構またザイオンがずっと、はい、結構ずっと頑張ってるんです。あ、本当ずっと頑張ってる、うん、うん、お金っていうか稼ぐっていう、うん、みんなね流れの場所がすごいいいんですよ、ここにいる人運がいい、ね、そうなんですね、僕の周り運がいい人しかいないんだから、ね、最高ですね。そうそう、ね、みんないい感じなんですね。みんないい時に来てるやつ、そういう人がこっちに集まってくるんですよね、はい、怖いですよ、怖いですね。こうやって過去を当てるじゃないですか、うんうん、もう何も知らないですから、はいはい、うん、確かに面白くないですか、ね、面白いですね、うん、ただ勘違いしちゃいけないのはやっぱファーザーのお話とかの中に入ってるヒントっていうのは、うん、春が来ようが夏が来ようが、うん、秋が来ようが冬が来ようがどんな時でも必ず勝つ仕組みなんですよ、うん、絶対負けない仕組みなんですよ、うん、そうっていうとやっぱりこれ立命なんですよ。あ、だから僕もほら自分が大きく飛んじゃったことでこういう命運の世界入りましたけど、うん、これ回り回って、うん、ファーザーの話とかの中で立命の正体を発見したんですよ。へえ、どうやったら命運を作り変えられるか、はいはい、悪いところを抑えて、はい、いいところだけ上げるみたいな。そうでしょ、だって、はい、そうですね、どんな時でも勝つんですよ、うん、冬が来ようが、うん、あれが面白いことでね、これ人間の中にも周か周とかあるんですよ、うん、万物に全てに周か周とかあって、うん、その速度が違うんですよ、速度ってか、はい、時間、うん、時間軸が、うんうん、動物さんにもあるんですよ、うん、花にも全部、でもちろん地球上にもあるんですよ、はいはい、日本にもあるんですよ、はい、うん、でそれで結局なんでこれが分かるかって言ったらもうめちゃくちゃ簡単な話してる。いや冬ですよねとか夏ですよね、はい、秋ですよねってこれ当てられるでしょ、僕たち、はいはい、例えば夏のじゃあ7月、8月、9月それぞれ違うでしょ、うん、はい、初夏と、はいはい、一番暑い時と、はい、あと終わりに近づいてる、はい、なんていうんですか、終わりに近づいてる夏は、ね、なんか違うでしょ、はい、違います。まず夏って当てられるでしょ、うん、でも夏の中でも初夏なのかこれで当てられるでしょ、うん、これ当てられてることは命運も簡単に当てられるんですよ、うん、この読める方を押しとけば、うん、だけなんですよ、うん、でもファーザーのお話の真理っていうのは、うん、夏だけじゃなくて冬でもちゃんと外で戦えるよって話なんですよ、うん、淡々と、うん、原因だけ。そうですね、うん、普通の世の中の大多数の人たちは命運とか学び出しちゃうと、はい、冬は家に入ってこたつでね、うん、あの寝てようみたいな、簡単に言うと、そうですね、そう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 、何もしない方がいいみたいな、動くべからずみたいな、編集卒とか、そう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 、あの大作家とか大作家とかあんなのね本当にねもうバカな話で、そう、冬だからってね活動はできるわけですか、うんうん、でファーザーに冬とか夏とかそんなないじゃないですか。そうです、ね、淡々と淡々といつも利益出すずっと勝ってますよ、ね、でってことはこれ立命なんですよ。なるほど、ようやくたどり着いた。なるほど、ファーザーの話なんかどんな時でも、うん、ファーザーとマスターヒロさんのことを知るなんか、はい、うんうん、だから僕の鑑定はもうどんな時でも対応できますよ、ね、そう、その謎を解いたから、うん、面白いですね、これ。面白いですね、うん、自分たちで仕組み作ったんですか。 あ、そうなんですか。そうなんです、どっかのサイトを使ってるわけじゃないですか。自分たちで組んだ、組んだ、そうです、パートナーがいて、はいはい、うん、あの天才プログラマーって、はい、あ、じゃあ独自のやつ使われてるんですね。そう、独自ですよ。そうなんですね、完全に独自です。うん、でほら僕が研究してることっていうのは、はいはい、こういうね根本的な東洋のすごこういうやつを研究してるんですよ。やっぱこういうね根本的なやつが人体とか、うん、人体のことを結構学ぶとねやっぱり分かるんですよ、こういう思想。そうなんですか、面白くないですか。面白い、こういう見ることも全部一致してる、人体と、はい、そうなんですか、全部